る1月2日と3日、第85回東京箱根間往復駅伝が行われました。 C ニュースでは2日間にわたる激戦を走り抜いた選手たちと彼らを指揮した駅伝監督にインタビューを行いました。去年と一緒の期間だったんで、去年以上っていうのがやっぱ目標ではあったんですけど、まあ安全でもなかったんで、まあ本当に目標は3投と30秒以内で渡すっていうのだったんで、本当に最悪の目標はクリアできたかなってなるんですけど、まあラストちょっと競ってたので勝てればよかったんですけど、まあちょっと千代学院に抜かれたのが、あれですね、抜かれたのが、それが残りの9区間考えたら多分あの2秒とかでっかくなってくると思うんで、それがちょっと心残りですね。最後の箱根だったんで、まあ、悔い残らないようにと、やっぱキャプテンとしてもそうでしたし、エースとしても立場が一番上だったので、しっかりとチームの流れを作れるようにと考えたりしたんですけども、まあ、最低限5番で渡せたってことで流れは作れたかなと思います。そうですね、来年はさらに今の4年生が主要区間走ってたメンバーが抜けてしまうので、また一から作り直しだと思うので、自分たちのスタイルで、自分たちの目指すものを作っていってもらいたいと思います。どうでしたか今日走られて。まあ、周りの選手の力を借りて自分の力は出し切れたと思います。ラストがちょっと負けてしまったんで、そこがちょっともうちょっと頑張ればよかったかなと思います。そうですね、初めての箱根駅伝の采配ということで、まあ、今年の今年度の出雲、全日本と、まあ、同じような失敗を、まあ、監督の采配として、やってしまった、まあ、区間、まあ、最下位という結果を出してしまったのは、まあ、監督の責任であるかなというふうに思っています。で、まあ、今後のについてはですね、まあしっかりと助けをつなぐ走りが復路ではできたので、その走りを来年につなげて、必ず上位に躍進していきたいというふうに考えています。 C ニュースでは他にも箱根駅伝に関する情報を配信しています。ぜひご覧ください。